世界を救う究極の薬品というふうに言われたピエール滝も大好きコの真実股間入りのコカ・コーラを飲めば寿命は120歳まで延べる理論的には150歳まで寿命は延びますというふうにプロ長寿であって病気知らずの奇跡の薬がコカ・コーラだったとコ,のコカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その一。 麻薬中毒者が作った黒い飲料その名はココカ・コーラ。よく知られているようにコカ・コーラは最初はですね薬として売られましたそれもですね食欲不振や頭痛体調不良は二日酔い神経痛や男性の不能回復とかですねもう思いつく限りのありとあらゆる素晴らしい効能があると発明者のです、ね、ジョン・ペンバートン博士はですね広告の中で訴えました ンバー1つ目はですねもうこの人真面目にコカ・コーラのことを信じたんですよ他の偽薬と一緒にしてくれるのはコカ・コーラすごいんだぞと何せ南米から取り寄せた当時最新のアルカノイドコカのハというのを使ってるとそれは他のインチキ薬とは比べ物にならないほど効き目があったんですね元気のない男はたちまち働き出したし毎日毎日頭痛を訴えていたご婦人もですねたちまち朗らかになるその朗らかになりますよ だから <laughs> もちろんそれはコカの葉には含まれるですね。のおかげなんですけども、当時の歯は非合法な麻薬ではなく、逆に世界を救う究極の薬品という風に言われた。そういう時代なんですね。これが2つの理由の1つ目です。もう1つはですね。このベンバートン博士が素晴らしい薬だ。万能薬だと言い切った理由の2つ目なんですけども。ベンバートン博士自体にですね。実はこう未来がなかったんですね。博士はですね。南北戦争で受けた。 傷の痛みこの人自,体自身も南北戦争で受けたですね、傷の痛みが深かったんですよ。でその痛みをです、ね、和らげるためにですね、森林注射を毎日打ってたんですね。で、林の注射を毎日打ち続け、本人が重度の 中毒者になってたんですよ。ベンバートン博士自身もう残された寿命は数えるほどもなかった実はこのコカ・コーラを発明して2年後に死んでしまいますその寿命が尽きるまでになんとか自宅にあるです、ね、化学薬品工場をもっとちゃんとしたものにして奇跡の薬品コカ・コーラというかを使ったです、ね、究極の薬を世に出したいと思ってましたコカ・コーラ社がですねあの絶対知られたくない黒歴史その1っていうのはコカ・コーラを発明したのはですね こ漢方薬の医者だったのは漢方医だったというふうなことだったんですつまり麻薬中毒者が麻薬を成分とするドリンクを作ったのだまあそうだけどね言っちゃったね <laughs>、えー、これがコカ・コーラのですね黒歴史その1でしたコカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その2ピエール滝も大好きコカ・コーラの真実 もうなかなか言うね。コカコーラ、コークと呼ぼうコカ・コーラっていうふうに言うよね。なんでコークと呼ぼうっていうのかっていうと、実はコカ・コーラは元々、ドープって呼ばれてた。ドープと呼ぼうコカ・コーラだった。ドープっていうのは薬品のスラング、いわゆるあの薬物とかを使ってスポーツで記録とか出したりするときにドーピングって言うじゃん。あのドーピングのドープっていうのは薬品っていう意味なんだけども、もともとコカ・コーラっていうのはですね、売り場では というあだ名だ名ったんです。20世紀に入ってコカ・コーラ社が成分から渋々コーラを除いたんだけども本当にね実は最初いやいや覗いたんだよねなのでドープっていうふうに呼ばれるのもやめさせようとしたのでですねニックネームでコープというのをつけたコークと呼ぶコカ・コーラっていうのは日本ではすごい自然に入ってきたけど実はアメリカではコークと呼んでくださいっていうのはもう二度と皆さん売り場でドープと呼ばないでくださいという意味だったんですね。では、なぜココカ・ーーラドープ薬品 薬物という,ふうに言われたのか。ベンバートン博士はですね漢方薬医ですで中毒だったんですけども万病を治す万能薬としてコカ・コーラを開発した博士がとりわけ患者としてターゲットにしてたのは実は富裕の男女だったんです。ベンバートン博士はですね行きつけのジェイコブズ・ファーマシー後にコカ・コーラを世界で初めて発売する場所だよね。 博士がです、ね、ガーッと新聞めくると、まあ、1面だけは新聞記事なんだけども2面3面4面と全部インチキ薬自分も薬調合してるけどインチキ薬ばっかりだと思ってて探しててようやっとベンバートン博士はまあ目当ての記事を見つけた広告の隅に埋もれるようにしてです、ね、アトランタ市議会のニュースが載ってるとアトランタ市議会はその当時ですね禁酒法酒を禁じると法律を アメリカ全米アメリカに先んじて可決しようとしているとやっぱりっていうふうにベンバートン博士は思ったわけだよねあの博士はそのまま薬局の2階の自分の部屋借りてる部屋に行ってペルーから届いたばっかりのでっかい荷物を開けたそしたらペルーから届いた荷物の中には魔法の植物コカの葉とそのコカの葉から抽出するろ過器がセットで入っているとやっと間に合ったと。 禁酒法が成立すると多分アメリカ中で代わりの飲み物というのをみんな欲しがるだろうといきなり酒が飲めなくなったらみんなじゃあ酒が飲めなくなったらどうすると酒屋に行くんじゃなくて薬局のソーダファウンテンで酒みたいなものを飲もうとするだろうとでこの魔法の葉っぱコカから抽出したコカで究極のドリンクを作ろうとそれは美味しくておまけに健康に良くて万病に効くそういうふうなものができるはずだっていうふうに思ったわけだよね。 コカの歯はです、ね、インカ帝国の宗教儀式も使われてインカの奴隷たちはコカの歯を噛んでる限り何十時間でも働いたっていうふうに言われてるんだよねコカの歯を噛んでるとです、ね、悩みがなくなり頭がスカッとするという <laughs> まあそうだよねコカやからこれねヨーロッパでもですねすごい受けたんですよ。は、精神分析といいうです、ね、全く新しし医学を発明した。 オーストリアの医者、ジグムント・フロイトっていう博士がいました、いわゆるフロイト精神分析の,あのフロイト博士だよねえ。ジグムント・フロイトも、このの万病薬としてですね、ものすごく褒めてると、褒めてるどころか自分に処方して、おまけに患者にも処方して、もうね、中毒患者は山のように作っちゃったんだけども、フロイトはですね、婚約者のマルタ・ベイ・ナイスっていう女の子にですね、とんでもないエロ手紙まで送っています。全く れ素晴らししい。男性の機能まで強くしてくてると。次にお前に会った時にお前を真っ赤になるまでキスしてそれから次の機能でたくましくなった男でヒーヒー言わせたるからなっていうこれ本当にこういう手紙が残ってるんですよいやもうフロイトさんって偉人だから全ての手紙が残されていて結構恥ずかしいんだけれどもですねでこの手紙に注目したのがイタリアのコルシカ島のです、ね、アンジェロ・マリアーニっていう人ですマリアーニはですねビン・マリアーニという名前のワインを発売しましたでこの ワインはこのビン・マリアニって本当にに入ってるから完全にワインなんだけどもビクトリア女王とかトマス・エジソンももうガンガン飲んでてで宣伝に「推薦文」まで書いてるね <laughs> あのエジソンは寝なくてもめっちゃ働けるって推薦文書いてて。<laughs> 中毒者だだったんだけども、中でも最大の推薦文を書いたのは当時ののローマ法王のレオ13世,、えー、レオ13世あの死んだ後に発表された伝記ではレオ13世は「信じられないほどほんの少しの食事とワインしか飲まなかった」って書いてるんだけどそのワインは 電気にはですね「しかし神を信じる強い心はその瞳をギラギラと輝かせていったあれっぽちの食事とワインでなぜあそこまで強い目の輝きを出せるのだろう」っていうふうに書いてるんだけども「コカ・コーラ帝国の工房」という本を書いたですねマーク・ヘンダ・ヘンダ・グラスっていう人はそれはね信仰心じゃなくて中毒だからっていうふうにめっちゃきついツッコミやってます。<laughs> ピエール・タキも大好きな「神の真実」つまり今のコカ・コーラには「コカ・コーラ」 が全然入ってないつまんないコカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その3これはジョージア州アトランタにあるコカ・コーラ博物館のど真ん中にある巨大金庫。 代々コカ・コーラ社の社長とごく一部の幹部しか知らない世界でも数人しか知らないコカ・コーラのレシピが入っているというふうに言われているもともとは漢方薬だったコカ・コーラはですね発明したジョン・ビンバートン博士は当時はアメリカで珍しい漢方薬の医者だったんだけどもコカ・コーラ以外にも実は何十もの漢方薬を調合して薬を売ってましたでアトランティでは知らない人がいないぐらい名刺だったでそんなビンバートン博士が当時は無害でバントン薬と生まれていた と強烈なカフェイン成分を含むコーラの実を混ぜて作ったのがコカコーラ。いわゆる興奮作用があって疲れとかが吹っ飛んでしまうアッパー系のドラッグだったわけだな。コカ成分とコーラ成分が両方入っているからコカコーラ。まあシンプルで単純でわかりやすい名前なんだけども、後にですね、これなんでコカコーラというのかというのに対して1959年コカコーラ社の社長はですね、我がコカコーラは とかコーラのミから作られたという噂があるがそれは根も葉もないデマでやつです両方から名前を取ったというのは悪質なデマであります単に語呂がいいというだけの理由でコカコーラというのは名前ですというですねあの証言内で <laughs> そんな大嘘までついてしまって1959年にはそこまで言わないともなんかという状態にまで追い詰められてたんだけどもこれが真っ赤な嘘だというのはですねこれまでの講義の通りです19世紀の末になると。 の危険性というのがだんだん分かってきて、コカコーラの幹部たちは必死で。の成分が入ってないというふうにアピールしだしたと。しかしそうなると問題があると、コカコーラの売りっていうのは薬屋で売ってるから。薬としての薬効、いわゆる効力があるということなんだよ。なんといっても初期のコカコーラはなんと。スカッと爽やかな飲み物ではなくて、頭痛や神経痛を治してリウマチを一瞬で止めると。リュウマチの痛みを一瞬で止めるといや。X、だからね、そりリウマチを止める痛みを一瞬で止めるというのが売り文句。 コカ・コーラの発明者のですね、ジョン・ベンバートン博士などはですね、股間入りのコカ・コーラを飲めば寿命は120歳まで延べる。いや、理論的には150歳まで寿命は伸びますというふうにインタビューで答えて、それがアトランタ・ジャーナルに載ってるんだけれども、つまり不老長寿であって病気知らずの奇跡の薬がコカ・コーラだったと。こういう話はですね、テレビではもう絶対に紹介されない。コカ・コーラはもともと薬だったぐらいが限度で、 が、昔入ってたことがあると、テレビでこれもギリ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 超えてるかも。わからないよね。だから、今言ったような話をテレビで流すと、その曲からコカコーラ社の cm が全部引き上げてしまうのでですね。<laughs> ま、ここら辺はネットでしか言えないことだよね。なんで、じゃあそんなの成分をみんな欲しがってたのか。それは19世紀という時代です。19世紀それは産業と貿易の発展が人々の姿勢と生活を変えた時代だ。だ 食料不足や貧富の差が激しいにもかかわらず大人も子供も自分もいつか金持ちと同じような暮らしができるこのような幻想を抱いていたそれは嵐のような凄まじい乾きだったもう名分だよねこれいやこんな時代本当に19世紀でマジでこの時代だったのでですねみんな猛烈に働きたかったとコカ・コラーに含まれる成分の コーラの実のカフェインも誰もが本当に欲しがっていた、まあ、寝ずに働けるようなそんな中コカ・コーラ社2代目社長であり創業者のジョン・ベンバートン博士から会社を無理やり奪った、まあ、エイサ・キャンドラーはこのコカ・コーラの商売のターゲットに白人を選んだ白人を選んだということは黒人にコカインを不要と思われていたかとんでもない。 奴隷解放宣言の後も南部の農場にはですね至る所に黒人の奴隷農園があったとで奴隷たちはですねその当時の黒人奴隷たちは食事の代わりに一日に1回コカの歯を与えられたと。 だから、3食ご飯が出るんじゃなくてそのうちの1食はコカの歯なんだよねでコカの歯で元気が出て悩みがなくなった黒人奴隷たちは自分たちがどれほど疲れてるか分からずに倒れるまで笑いながら働いたっていうふうに言われてるんだそれぐらい南部の農園でもですね徐々に徐々にコカの歯を使って人を働かせるっていうことが当たり前になってた。 じゃあ、なんで白人に決めたのかっていうとキャンドラが欲しかったのはいわゆるブランドイメージ頭脳労働をする白人こそ必要としてるだからコカ・コーラだっていうキャンペーンを張ったんだよねなのでキャンドラはあは社長指令として全米アメリカ中のソーダファウンテンの親父たちに黒人には売るなととりあえず <laughs> 金持ってきてもコカ・コーラは白人の飲み物だから黒人には売るなと。 これはイメージ戦略だというふうふに言ってたと。しかし現場の親父たちは黒人解放したんでそんな社長の指示は無視して5000円と払ってくれるなら誰にでもコカ・コーラを売ってしまったとそんな中黒人がですね白人の雇い主たちを襲ったとかあと黒人の男性が白人の女性を襲ったという噂が アトランタ中に広まったと。至るところで黒人をリンチにかけるという事件が発生して、それにまた起こった黒人たちが反撃したという、また噂が流れたおかげでそのリンチがひどくなったという、歴史上有名なアトランタ人種暴動というのが発生した。この噂はどんどんおひれがついていった。でどんなおひれがついたかっていうと、白人を襲った黒人は気が狂っていると。なんで気が狂っているのか。黒人どもは麻薬をやっているらしい。その麻薬は黒らしい。 黒人たちは、白人の飲み物、ココカ・コーラを飲んで、気が狂ったらしい白人みたいに理性がはっきりしてる人間はコカインを飲んでも大丈夫なんだけど黒人みたいに理性のない人種はと気が狂って白人を襲いに来る白人の女性を連しに来るっていうこんな噂が出てきて、えー、黒人の暴動の理由はコカ・コーラだということになってしまったとき本当にこうなったんだよ。 うしたという段階からもう事実ではなかったんだけど、コカ・コーラ社に大ダメージを与えたで事実上発売中止の、ね、訴訟を起こされたりしたんだけども、その時に出てきたのが、ソーダファンデの親父たちが数倍の濃度で売っていた。結局それはコカ・コーラ社の指示じゃないのかと。薄めて飲んだら安全って言うんだけども、どれくらい薄めるのかというのは現場の判断で、金出したやつにいくらでも濃いものを出しちゃうから、黒人たちが。 これでですねキャンドラー社長2代目社長もついに折れましたまず成分からンを排除すること次にソーダファウンテンで売ることをやめてボトリング正しい比率で 炭酸水で割ったた。ココカ・コーラを売るっていう事業を始めたボトリングっていうのはさっき今も言ったように原液をソーダ水と混ぜて瓶で売ることでこれをねあの初代のビンバートン,あビン,バートン博士も2代目のキャンドラ社長もすごい嫌がったんだよね。なんでかっていうと原液で売ってソーダで割ってる限り薬局のソーダファウンテンで売るんだつまりコカ・コーラは薬品なんだよ。 ところが、ボトルに詰めて売ってしまうと、それはどこで売られるのかもう制御できない。ガソリンスタンドや雑貨店とか新聞スタンドで売ることができるわけだよね。そうするとコアコーラは薬品ではなくて、ただのドリンクになってしまう。ところが、まあさっきも言ったようにコアコーラのおかげで黒人が暴動を起こしたっていうのの、震源地、元ネタは薬局の販売だったもんだから、親父たちが20倍に薄めるというレシピを守らなかったからだよね。で仕方なくキャンドラー社長は譲歩して、オリジナルレシピから 覗くことにした。取り除いたコーラの調合、いわゆる炭酸水の配合をそれぞれの薬局に任せずにボトルに入れて売ることにしました。これがコアコーラのボトルの変遷です初代1899年から1900年に2種類ですね。透明と色付きが出てて、1916年にまあ、ほぼ今の形になってきました。このボトルがね。次の頭痛の種、一番最初、このストーンとしたボトルやってたんだけども、これのおかげでですね。コアコーラの偽物がアメリカ中に溢れ出した。 で1900年に真ん中にひし形マークをつけてこのひし形マークがついてるのがコカ・コーラですよって言うんだけども,偽物も全部ひし形つけ出したんだよね。どうやって差別化させればいいかということでこれがこの右端のコカ・コーラの特徴的な瓶の形ボブルスカートボトルとかですねメイウェストメイウェストという女優さんがいてそのメイウェストのプロポーションのようだっていうことでメイウェストモデルって言うんだけどもこれ1916年にやっとできたと。 この形の理由は、とりあえずあの瓶を自動的にやる機械があるんだけどその洗浄機にかけるために太さは変えられないんだ。太くできないので、真ん中をちょっとくびって、それであの、洗浄機にかけるようにした。おまけにこの真ん中を凹ませると、これまで売ってたやつのですね、3分の1コストを下げれると。中身がですね、10オンスから6オンスに減らせるというふうなことでですね、この形になって、そうなったそうです。中身を減らしてもバレないと。レシピを変更して、 を取り除いて、ボトル詰めのコーラを開発したことによってこれによってようやっとコカ・コーラはですね黒人暴動事件から無関係という判決を得ましたということでですねタオル君、わ分かったかなねえ岡田じゃあパーラを抜いたとしてもいまだにコカ・コーラのレシピは謎なのこのこれだよねこの金庫の中にある通りコカ・コーラのレシピどういうフレーバーでできているのかっていうのは誰も知らないままなのとね実はそういうわけじゃないんだよ っていうのは、あのね大きな金庫にはどんな謎が入っているのかっていうとコアコーラのレシピはね、秘密でも何でもないなんでかというとあの発明したペンバートン博士がお金欲しさにいろんな人にレシピを売っちゃったんだよねでコアコーラ社がレシピを絶対の秘密っていうのは逆に言えば大したことないからなんだよ <laughs> あのレシピ自体どんな香料が入っているのか大したことない秘密なんだけどもブランドを守るためコアコーラのブランドを守るために レシピは謎です。何人しか知りませんっていうですねそういう伝説を自分たちで一生懸命作ったわけなんだ。